お前に残された時間はもう。わかってる。だからこそだ。あ？今の俺と遥たちが会ってどうなる。どの道そう遠くねえ日に俺は死ぬ。あいつらにしてみりゃ二度死なれるようなもんだ。どっちにとってもいいことはねえ。それはどうなんですかね。ん？俺は今日会えてよかったと感じてますよ。ずっと胸に仕えてたもんが溶けて消えました。少なくとも会わなきゃよかったなんてことは断じてありません。あんたさ、キリュウさん、俺の人生を変えるきっかけをくれた人なんです。どん底まで落ちた俺にチャンスを与えてくれた。もちろんあんたは意図してたわけじゃない。そして何の記録もなくしてた俺は、同じ町でどんな敵を前にしても戦う一人の男の存在を知った。だからそうですよ、キリュウさん、あんたは俺にチャンスだけじゃなく生きるための勇気もくれたんです。そんなあんただから俺はこうやってわざわざ見つけ出した特別な存在なんですよ、俺にとっては。そしてきっと遥ちゃんにとってもね。もうよしてくれ秋山、俺はそんな大層なもんじゃねえ。そうなんですか。もしかしたら遥たちに会えば死ぬのが怖くなる、そう思ってるだけの臆病者かもしんねえぞ。キリュウ、お前、あの堂島の竜にも怖いものがあるんだとしたらそれはそれで勇気づけられます。たくああ言えばこういう器用な野郎だぜお褒めいただき光栄です。心の準備をしておくんだな、キリュウ。この次はゲストとしてハルカを連れてくる。もしかしたらハルとも一緒にな。本気なのか。出なきゃこんなこと口にできるか見直しましたよ、伊達さん。俺にできることがあれば言ってください。そうかい。じゃとにかくこれで仲直りの乾杯でいこう。いいですね、そうこなくっちゃ。まあとりあえずな。